はいどうもコミです。さて本日はつむぎ組さんからですねいきたいというふうに思います。はい、こちらのチャンネルですね、皆さんのそのクラン体制での活躍のですねサポートになるような、まあ、前回動画、あとはたまにこう失敗動画も交えながらお届けしていきたいというふうに思います。やっぱり対戦でですね星3取れるっていうのは、まあ、クランにも貢献できて仲間からもこうねもう称えられてすごく気持ちいいことだと思うんです。逆に取れないとねクラクラがつまんなくなっちゃうっていう方も多いと思うんで、まあ、そういうことがないようにですねぜひ皆さんの役に立つようなアタック動画、解説をやっていきたいというふうに思いますので、よろしければ最後までご覧いただきまして、これまあまあ役に立つなと思ったらグッドボタンやってもらえるとすごく嬉しいなという、またチャンネル登録されてない方はぜひね、チャンネル登録もしていってもらえると嬉しいですというところで、本日も、見ていきたいと思います。こちらですねタンホール12の今日アタックを中心に見ていきたいというふうに思った。これ高い率、ほんとコンマ5、悔しい、つむぎさん、これ、いけるかなと思ったけど、勝ちきってほしかったですね。で、本日はタンホール12のスパネク見ていきます。やっぱりね、このスパネクはタンホール12では外せない詰め方で、今回もかなりその、スパネクを皆さん多用してらっしゃいましたね、つむぎ組さん。なので、それを片っ端から見ていって、合計5本立てで、とにかくスパネク、今日はやっていきたいというふうに思います。で、全部同じような感じの詰め方になってるかっていうと、まあ、そうでもなくて、これ、ライトニング使わないんですね、今回は。ますね、これ、ビッグボスさん。上側のこのマルチインフェルノのところに、はい、突撃艦イエティを当てていきます。レイジを使っていきますね。マルチインフェルノとその周辺にあるウィズと大砲等を持っていきながら、ワンチャンクイーンも倒したかったんですが、さすがにそれは厳しかったかなというところですね。クイーン半分ぐらい体力残りましたが、だいぶ深くが破壊できて、でその破壊を見届ける前にもうすでにウィザード出して、ネクロマンサーが出始めてる。この出し方うまいですね。すごくスピーディーでいいなっていうふうに思いました。敵の形から入ってるのかな、これ。敵の形から入ってるのかな、スパネクを入れていって、こうジャンプの呪文で、の中、タウンホールの方に向かわせていきます。タウンホール12だと、序盤にやっぱタウンホールを倒すってすごく重要なんですね。火力が一番高い防衛施設になるので、ここをグランドオーデンのトームを使いながら突破して、さらに、このタウンホールの爆破ダメージ、範囲ユニットに1000のダメージを与えるっていう半端じゃない爆破ダメージを与えてくるので、ここをトームでしっかり回避できるかどうかっていうところがタウンホール12のアタックをする上ですごく重要になってきます。なので序盤にトームを使ってタウンホール12の最大火力を突破していくっていうパターンはすごく基本になりますし、覚えておくポイントかなというふうに思います。でジャンプの呪文で中央部に入っていくが、これねスパンって回復が半端ないんですよ。あっさり壁をこれ殴り上げて、こっちの下方面に行っちゃいましたね。ジャンプの呪文で中央にこう誘導してたんですが、いらなかったおかげで、ヒーラーが下にこう流れていってしまいましたね。これは多分誤算だったと思う。ただまあ、この形になってもですね、中央部がえぐれていても、あと外周だけなので、こうなったら、ポンコツのボングラで同じ、とっとこですね、とっとこ。とこ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 外周を、スパネクが歩いていきながら、防衛殴るだけで全開まで行っちゃうっていうやつですね。こういう形が出来上がっちゃいます。まあ、ワンチャンですね、中央部がえぐれればこういうことができるし、えぐれない側にはやっぱこういうところをですね、壁殴らないように、気をつけながらジャンプの呪文をこっち側にこう打つとかね、少しこう場所を調整するなどして、誘導を、しっかりやっていかないと、スーパーネクロマンサー範囲攻撃じゃない場合、遠距離攻撃なんで、意外と思わぬところに行っちゃったりするんですよね。それていく可能性が結構高いです。ペッカイエティとかを使う場合っていうのはかなり、狙った方に行くんです。近接攻撃なんで、ジャンプ打ったところに基本的に向かっていくんですけども、スパネクは向かっていかないっていうところをちょっと覚えておいてもらった方がいいかなと。それがやっぱりそのスパネクの扱いにくさというか、まあ難しさなんですけども、それを使いこなせちゃえば、まあこんな形でもう止まんないっていう感じです。時間切れのリスクもあるんですけども、まあそういうところをビッグボスさん、しっかり意識されていたので、序盤、突撃艦を当ててからすぐにリザーとスパネクを展開したと思います。で2分45秒ぐらいのアタックの見事ですね。さて、次行きましょう。1個も戻ります。ポスターもう1本ね、これ、ね、7番を押しています。これもスパネクですね。今度はライトニングをかけることの、クエイク1で、これで落とせるのは、これ、クロスボウとインフェルノなんですね。ここを落としていきながら、ターンボール12で使う場合も同じなんですけども、ここちゃんと落としていきながら、グランドボールのお出来で、こういう風に外周部分までしっかり削っていって、深くまで削る。この深い削りがめちゃくちゃ大事なんです。こうすることによって、後から出すスパネクが、こっち方面に流れていかないようにする。ちゃんと奥にこう流れていくようにするっていう。まあ、そのためにこの深くまでこう削っておくっていうのは、このアチャトを壊したところがスパネクを出す合図でしたね。
かり削りができたので、あとは猫を安心して出していく。パーシャトが残っていると万が一この辺を壊したツパネクがウィンってこっちに行っちゃったりするんですね。そうすると大事故、大事故になっちゃうんで、そうならないように、食い火ではなくおでひいで奥深くまできっちりえぐっていくっていうカットがすごく重要になってきます。このタウンホールのダメージプラス爆破ダメージですね、防炎具も集まってるんで、もうなおさら1匹3丁ぐらいの、トームになってましたね。綺麗にそこトームかけて、スパネクとビッグボーイを守っていきます。さらに外周部分には、これバルキリーを出してます。バルキリーですね、すごくスパネクと相性がいいです。あの壁の外側をこう突破していってくれるので、バーバリアンキングからバトンを引き継いで、ここですね、バーバリアンキングから行きましたけど、ここで倒れちゃったんでバトンを引き継いで、そこから先の外周のカットをしてくれるんですけども、何せやっぱりその、足が速いので、時間切れの当然防止っていうことにもなる。に加えて、今バーバリアンキング相手がいましたけども、このババキンとかをですね、違うか、間違えた今いなかったわ。あの相手のそのヒーローとかですよね、アーチャークイーンとか、まあ通算だったらロイヤルチャンピオン、バーバリアンキングとかね、こういった相手のヒーローを、バルキリーだったら殴ってくれるんですね。あのそこホグライダーにするでもあるんですけども、ホグライダーにしちゃうと殴ってくれないので、あの結構ですね、そのままホグライダーが相手ヒーローにやられちゃうというケースもまあちょいちょいあります。それがないっていうのが美味しいってところになりますね。でさっき言った通り、やっぱりこれここから入ってきたスパネクがすごいこう出ちゃいましたね。こういう風にこうならないようにバルキリーで、ビッグボスさん早めに多分この辺カットしたかったと思う。少しカットが遅れたところを、ね、見逃さずにスパネクが、そこに向かっていっちゃった。まあ、中央部に戻ってきたので、こいつらがですね、しっかりとこの、ね、クロスボウを殴り倒してくれる感じですね。くれて、あとは外周をとっとこう歩いている、スパネク1体とアーチャークイーン、こいつらが延々と施設を殴っていくという格好になります。こうなったら強いですよね。あの、ビッグボーイ見てこれ、もう全然体力がさ、あの、兵もないですよ、こんなウィストの攻撃なんて。延々とスパネクを守り続けているじゃん。でこっちもそうですね、今一体やられましたけども、やられた瞬間ビッグボーイがまた生成されるみたいな、どんどんビッグボーイが出てくるので、あのスパンニックプラスビッグボーイが手になってアーチャークイーンが、外から攻めるみたいな、ね、その波状攻撃もって方にはまったら止められないですからね。めっちゃいいです。やっぱりその最初のサイドカットですねからの入り、あとは壁をどう乗り越えるのか、この辺っていうのをよく見てもらうのがいいのかなと思います。どっからカットし、していくのか、でどこから入っていくのかで、最後の区画までどういうふうにジャンプないしはスーパーウォールブレーカー等を使って壁を処理して開けていくのか、この辺がやっぱり使う上ですごくキーになってくるんで、今言ったところがちゃんと、ね、あの描けないで使っちゃうと、最後とっちらかったりして、スーパーネクロマンサーがバラバラになってやられちゃうとかいうこと結構ありますので、あの万能でどこにでも使えるっていう戦術では当然ないのでね、そこは注意して。これも、ライティングクエイクでしっかりこう削っていきますね。この部分を削っていって、グランドボレーのおでひいで、そこをつなぐ感じでこうカットをいく、ね。当然ながら、スーパーネクロマンサーを使う場合、ライトニングを使うのは、さっき言ったようにその逆方向に歩いていかないような状態を作るっていうのが一個あるんですけども、あと、カットもなるべくスピーディーにやりたいんで、呪文で折っていく方が早いんですね。なので、必ずやってほしいのは、おでひいを先に出す。おでひを先に出して、グランドボレーが削りをやってる最中にライトニングを打っていくっていうパターンが一番いいです。で今回もアーチャークイーンを入れてやっていますね。あのこの辺までカットをしていこうというところがあったので、アーチャークイーンをガンガン流していきます。この場合、ライトニングこうじゃなくても良かったかもしれないですけども、まあまあ、マルチインフェルノの最後を残しちゃうとちょっと嫌なんで、それを嫌っての、ライトニングだったのかなというふうに思います。もう、アーチャークイーンとおでんでカットを入れて、最終的にはここですね。ダーンとやっぱりタウンホールに向けて、一直線にスーパーネクロマンサーを出していきながら、でトームを使ってスーパーネクロマンサーを守っていくと、ね、でビッグボーイが一旦やられちゃうとスパネク本体がこうダメージ受けるんですけども、ここでやっぱりですね、スーパーネクロマンサーの強さが出るというか、あのこいつらって本体としての体力がめちゃ高いんですね。3000から4000ぐらいあるので、4000だったかな、確かレベルマックスで、そのくらいあると多少攻撃受けてもあのやられないんですよね。ほら、全然緑ゲージじゃないですか。で、やられないところに後ろからヒーラーが回復してくれるもんだから、あの体力のバッファーが尽きるまで当然やられないじゃないですか。バッファーが尽き切る前にヒーラーが回復さえしてくれれば、まあ、低火力帯に行くとかしてねしてくれれば、また次の高火力帯には体力マックスで臨めるという形になって、
体力が減るけどやられない、また回復して進んでいく、この繰り返しですよね。で、回復してる最中にビッグボーイ生成するんで、今タゲってる防衛を壊せさえ、壊しきれさえすれば次の、防衛のターゲットはビッグボーイが取ってくれるってことになるわけですね。こうやってビッグボーイとスパネクが、波状的にこう、体力が減ったらビッグボーイが出てくる。あ、じゃあビッグボーイがまずターゲットを取る。で、それがやられたらスパネクがダメージ受けるけども、体力いっぱいあるからバッファーがある。なかなかやられない。で、ビッグボーイを出す。こいつらがターゲット取るまでに、自分たち下げてる防衛壊しちゃう。壊しきったらヒーラーが今度回復するみたいな。この繰り返し。延々と進んでいくんですよ。これが本当に、もういやらしいですね。守る側からすると。おい、いい加減にしてくれよ、マジで、みたいな感じになるわけですよ。守ってる時にね、これやられると本当に嫌なんですね。もう時間切れぐらいしかだってもう、守れる術がないから、今回だからあれなんですよ。ですね、全部全開を選んだのは、だいたい時間切れぐらいしかないんですよ。スパネクをターンホール12で使って、守れるパターンって、だってそれぐらい強いから、ターンホール13でもだって、全然使える戦術なんですよ。もう、最前線で使える戦術をアンホール12で使って弱いわけがないですよね。本当にレベルマックスのスパネクですからね。本当にもういやらしい強すぎて、という攻め方ですね。さあもう2本見ていきましょう。今日はもうとことんスパネクいきます。もう勘弁してくれ、お腹いっぱいだっていうぐらいまで皆さんにこうスパネクをねお届けしていきたいというふうに思います。であと2本いきましょう。オデヒーで、3時方面カットしていきますね。このオデヒー、このテスラ食らうと結構やばいんですよ。見てほしいんですけども、結構体力やばいから、ここ、これ、あー、キャリパパさん、これ多分ね、うわーって感じだったと思います、ご自身としてもね。ここでやっぱりトームプラス0時ダブルで吐かされちゃうのが相当痛いですね。で、本来だったら、これおでんを出してからですね、グランドおでんを出してから、もうすぐにここにラジニング打つはずだったんですけど、あまりにも火力が高いテスラが急に2本来ちゃったもんだから、そこでおでんどうするかな、レイジいるかなって見極めていたんだと思うんですね。ただまあ、あそこの気持ちはよくわかりますよ。僕も多分あのレイジはね、溜めたくなっちゃう。あれ、ギリギリテスラって体力ないから突破できそうに見えるんですよね。あれは難しい判断だったかなと思います。で、ライドニングを打ってしっかり削りを入れて、ここですね、奥深くまでこう削りを入れて、それないように。でから、スパネク本体をタンホール側に向かわし、豪華弊社キングで、ね、こちらを出して外周はカットし、ね、中心部分にこう向かわし。で、やっぱりこうトームですね、しっかり本当は使っていきたかったんですけども、しょうがない、使えなかったんで、甘んじてダメージ受けちゃったものの、やっぱりね、スパネクとビッグボーイ体力があるんで、そう簡単にやられないですよね。これ普通のスケルトンとか、普通のネクロマンサーだと一瞬で解けるんですけども、これがないのがやっぱりね、このスパネクの安定感ですよね。で、外周部分はペッカと、ババリアンキング、フィスト残しましたね、こいつ。しっかりとカットをしてくれて、今度、投下弊社から出てきたのはホグライダーですね。このパターンでいくと、ここを多分殴ってくることを期待したのかな、こっちでもいいと思ったのかな、わかんないけど、この部分っていうのを、ホグライダーでカットしようっていう多分考えたなと思うんですね。なんで、バルキリーにしちゃうと、ここが残っちゃうから、この部分が残っちゃうんで、スパネクが割れちゃうじゃないですか。もうホグライダーにすることによって壊してくれるんですか、割れずにこっちにこう向かっていってくれる。多分そのためにバルキリとかネクロではなくホグライダーを今回入れたんじゃないかなと思います。タウンホール13だったら今のところってここですね、ロイヤルチャンピオンで壊すって言ってもあるんですけど、の場合それができないので、壁の一層内側までちょっとカットしていかないと、スパネクそれちゃうなっていうようなルートになっている場合にはホグライダーを使うっていうのが鉄板ですね。それがない場合、壁のギリギリのところまで、スパネクが歩いていくっていう、この1本前の攻め、2本前の攻めかな、のようなパターンの場合には、バルキリーを使った方がむしろ足が速いんで、壁の外側に出ていく失敗っていうのが少し減ります。こんな風にして使い分けている方が多いんじゃないかなっていうふうに、ざっくり。どうですかね、最後1本、見ていきましょう。これですね、キャリパップさんのもう1本ですね。これ見てほしいのは、どこをオデヒーで削るか、でオデヒーを出してからライトニングを打っていく、で奥深くまでその削りを入れていって、この削りを入れた横側からスパネクを出して、でスパネクが行き、なんていうんですか、この削り入れた逆サイド行かないようにちゃんとキング投下弊社とかを使って奥側カットできているか、あと壁をどういう風に突破する、この辺ですね、よく見ていっていきたいと思います。これ最後の1本。ライトニング4のクエイク1、ね、今回スパネク5を入れていってます。すごいスパネクの数。グランドボーでオデヒを出してからインフェルのここに、ライトニングを打って、対空砲、アーチャーとこの辺巻き込んでクエイクの呪文で全部まとめて折っていく。
で、この時点でだいぶ奥深くまでごっそり削りができましたね。この削りがやっぱいいんですよ、これが。ランドウォールのオディヒと一緒にこういう風に削れてるんで。で、ウィズトーンも削って、なお、盤石の体勢を整えた上で、この脇からスパニックを出していく。で、今度ここをどうカットするのかなっていうところも見ていっております。さあ、スーパーネクロマーさんが壁際を歩きながらアーチャークイーンと交流して、どん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 進んでいく。スパネク、コストが大きいんで、イーグル本の着弾食らっちゃうものの、まあ、そのうちにヒーラーがついていて、ヒーラーってヒーローに対する回復補正は入るんですが、そのユニットに対してはヒーローよりも回復量多いので、スパネク全然回復できちゃうんですね。体力全然、減りません。で、ビッグボーイのこう、大砲とかですね、手を取っているってところで、後ろからスパネク、アチャクイーンが追い打ちをかけると。で、こちら側、今、ポプリンでカットしてます。ジャンプの呪文を使って、こういったルートで、ここ、タウンホールに向かわしていきます。で、の10日弊社はこの6時側から出して外周カットですね。中に何が入ってるんでしょう。壁に入ってるんで、ここもしかしたらバルキリーワンチャンあるかもしれない。これ、ホグライダー使うよりもバルキリーの方がもしかしたらいいかもしれない。で、タウンホールのところでしっかりトーンを使っていきますね。グランドボーデンだいぶダメージ食らっちゃっていますけども、どうでしょうか、回復していきます、ね。で、これビッグボーイが完全にクロスボウとかアーチャークイーンを竹取っている後ろからスーパーネクロマーさんが美味しく来るというね。ビッグボーイがほら、結構いい感じで取ってくれるじゃないですか。で、後ろからアチャクイとか、ネクロマンさんがガン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 本体をこう。ね。ジャンプの呪文もう一個は使っていませんね。ホグライダーが出てきます。あ、そうか。ホグライダーも直線的に、マルチインフェとか向かってくれるんで全然ありですね。ババヤキンがいるんですけども、これは外周のババキンとか処理してくれることを多分期待したんじゃないかというふうに思います。で、ジャンプの呪文は、飛び出ちゃったのかな、予定だったような気も。まあ、ただここはもうどう考えても、パンデックがこう殴り上げることが見えてますよね。出るんで、奥の回はいいやっていうふうに、まあ、あらかじめこれ読んでた可能性ありますね。そこら辺ってやっぱ多分ね、いやいや、そんなの初めからわかんねえよって思うと思うんですよ。慣れてない場合。でも、僕も多分、今はできませんけど、多分慣れてくればこれできる気がします。なんとなくそんな気がしますね。そういうプランニングが。スパネクってやっぱり、もうそうなんですけど、まあ、どんな攻めもそうなんですけど、ここはじゃあ壁殴り開けられるなとか、ここはジャンプ絶対いるなっていうのは、使い込んでいないとわかんないんですよね。なので、そこら辺は心配したいで、まずは使い込んでみていただけたらというところですかね。任務のところで言うと、壁の突破すごくうまかったです。この状態だとわかりにくいんですけど、まあ、なくなっていて、こっからこう入ってきて、もうこうだからなくなっているわけですよ。全部なくなっている。ってなってくると、どう考えたって、まあ、こっちかこっちかないわけですね、スーパーアネク。ただ、ここにジャンプ打てば、行ったらこういう風に巻いて、で、行っちゃった場合には、ここに打てば、まあ、その後こういう風に、まあ、どっちにしてもいいじゃないですか。どっちにしてもいけますよね。っていう感じで、この、両方にアプローチできるというところを狙って、ジャンプを奥側に打つっていう判断をしたんじゃないのかなと思います。多分、キャリパパさん相当うまいので、スパネクの攻めが。この辺まで読んでらっしゃったんで。というところですね。どうでしたでしょうか。参考になりましたかね。僕は自分で説明しながら、だんだんやっぱスパネクを使いたい意欲が出てきたんですけど、皆さんいかがでしょうか。こういういわゆる対策陣的なタウンホールが外側にあるこういうですね、配置を攻める場合っていうのは、スパネクの攻めって本当にやっぱ使いやすいと思うし、壁も全然軽く殴り上げていっちゃうんで、お試しいただければその破壊力がわかるかなと思います。今回、2分45秒ぐらいの全間撃になってましたけども、まあ、10秒、15秒ぐらいやっぱり残せるような形でいくと安心かなっていうところですね。外周の掃除とか、そういうところが残ってしまうと、時間切れのリスクがすごい高いんで、そこには本当に、注意を払うべき戦術ではあるんですが、そこさえできてくると、本当にユニット本体はなかなかやられないので、ユニットがやられて前回逃すっていうケースは、タウンホール12ではほとんどあんまないんじゃないかなと思う。まあ、それぐらい強いですね。ぜひ、お試しいただければなというふうに思います。今日は、とにかくスパンディック5本、お届けしてまいりました。これ参考になったよということであれば、ぜひですね、グッドボタンしてもらえるとすごく励みになります。お願いいたします。また、これからもタウンホール12、11、あと13の動画もですね、幅広くやっていきますので、皆さんのそのクラン対戦、アタックの参考になって、やっぱりですね、そこが、うまくできてくる、クラクの楽しみがこう倍増しますんでね。ぜひ、気持ちよく対戦で、攻めてもらえるような参考になる動画上げていきますので、今後もご視聴どうぞよろしくお願いします。というところで、本日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。